腹が痛い。お腹が痛い。なんてことは気にしてられない。さあ、やってみきましょうか。バイオブラッカーコーツァイースペイン、イェーイ、カー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 。いやー、なんかね、もうね、この間はね、もういろんな人からお叱りを受けたっていうことがあったんですけれども、その他にもですね、なんかさ、もうすごいさ、喋ってるのがしんどそうに聞こえるんだよねとかさ、無理してない、頑張ってる、大丈夫っていうね、心配のお声もいただくこともあったんですよね。ということなんで、結論申し上げると、めっちゃ無理してるし、めっちゃしんどいよ、そりゃ。じゃあ、そんなトーンで喋り続けるじゃないよ、大変だろうかっていうことなんですけれども、やっぱりね、一度に自分が始め、あれ、首ってなかったっけ、あ、お首がないでございますね。あれ、お首ってもともとなかったっけ、あれ、これ、北部版だったらもっとなんか、胴体とね、胴体というか、上半身と下半身がちぎれて、やばい、10キロってなるようなこともあったかもしれないですけど、はい、今回これがね、皆さんと一緒に共に食べていきたいね、はい、オオサンショウウオの刺身でございます。まだ刺身になってないけどね、うん、ということなんですけれども、はい、そうなんです。すべてはですね、皆さんに食していただくものは現地調達ということなんですけれども、まあ、かといって皆さんにね、いきなり彼をね、なんとか八つ裂きにして食べてくろうっていうふうにするのは、なかなかシビアな話だと思いますんで、私の方でそちらをね、彼をね、始末していきたいというふうに思います。皆さんもね、後ろからね、頑張れーというチャンネル登録ボタンとグッドボタンをね、代わりに押しといていただければ、私、非常に頑張れるかなというふうに思います。ということで、こちらですね、養殖場を今日はまずはご案内をして、先ほどのオーサンショーをね、皆さんと共に食べていきたいなというふうに思います。で、なぜこちらの養殖場があるのかというとですね、実はこちらでですね、たくさんのですね、ヘビとそれからオオサンショウウオを育て上げているんでございますね。で、そのオオサンショウウオとヘビを育て上げることによって、大きくなったものをあちらに放牧するということをやっているんですけれども、はい。でですね、まあ、残念ながら、こちらでですね、この間ね、渓谷の方でね、働きすぎな方々がたくさんいるということだったんですけれども、こちらの方々に関してはですね、もう自分たちが食べることばっかり考えていて、全然ね、仕事をしてくれない人たちばっかりなんですね。だから、出来上がっては自分が食べて、出来上がっては自分が食ってっていうような環境をね、続けてるがゆえにね、もうなんだ、残念ながらね、我々が食べる分が、ね、なくなってしまったので、まあ、そんな彼らにですね、お前たちの分ばっか食ってんじゃねえよっていうね、お仕置きを今回させてあげようかな、どうも痛い、お仕置きされてる、痛い、おねやろう、分かってるって、おばあちゃんたちがさ、そりゃ私たちだって食っていくための大変なんだぜってすごい刺さり方したけど大丈夫か、うん、そりゃ私たちだって食っていくんだからさ、っていうさ、そういう気持ちは分かるけれども、あれこれをしてる間に敵に襲われるなんてことはあるよね、後ろでなんか発狂してたよね、あ、ごめんなさい、倒れてください、っていう気持ちは非常にわかるんだけどさ、君らさ、まずは、一生懸命仕事をすることによって、我々から、私たちからお給料をもらうことによって、あるいはね、今日、わーお、登っていっちゃったよ。今日の動画を見てくださっているご視聴者様からのお布施によって我々は生きていくことができているっていうことをね、そういう感謝の気持ちを忘れて、自分たちが食うことばっかり考えていくから、こういうようなので、鉄槌を下されることになるんですよ。そのことに気づかないでね、あ、こうやって、ほら、反抗するでしょ。よくないよ。よろしくないから、うりゃ、あれ。よろしくないよ。ほら、お手手が空中に浮いてるってたんすよ。はい。で、ブニュブニュするしないよね。そんなことさせないもんね。はい、くるくる回っていきましょう。で、この下、行っていくとなんだか宝物等々。あるね。ライフルの弾と、それから青いメダリオンがありますね。なんかシューって溶けているような特徴があるんですけど、そんなことは気のせい気にしないで、さっさと走っていきましょう。はい。で、この上にですね、あるのは、これはね、かつてね、ここの村で遊んでいた子供たちが置いていたサッカーボールでございますね。で、サッカーボールっていうのは通常ね、5号球でやるんですけれども、こちらのお子さんたちはね、非常に大きくたくましく成長するという傾向がありますんで、彼らに関してはですね、7号球ですね。7号球というと、バスケットボールですね。プロが扱うバスケットボールと同じ大きさのサイズでございます。はい。で、プレイをしているということがございます。ところで、さっきからシャーシャー言ってるのは、あ、いた、唯一のヘビーザーブ、これで皆さんで、パテが新しく出来上がりますよ。はい。中のバーガーに持って行って、パテを早速作ってもらうようにしましょう。なんかどっかでシュッシュ言ってる。ああ、なぜか発狂してるやつが現れてきたよ。なぜどっから、あれおかしくね、なぜ貴様生きている。ちょっと私そういうの苦手なので破壊しておきます。はい、あ、分かった、上で破壊したやつが下からピョーン飛び降りてきたんだね。あの状態になったとしてもこれくらい得するって、私平気でございますって飛び降りてくる、その勇気を称えて、はい、撃破しておきました。ということで、どちらかに敵が、あー、敵来ちゃった、こちらでね、働くことをサボっていらっしゃる方がいらっしゃいますんで、はい、敵って言っちゃダメですね。かつては一緒に働いてた仲間でございます。ところが、まあ、もう労働環境の、劣悪な労働環境ではなくてですね、あまりにもね、ちょっと あまりあるね、ちょっとね、不届き者のね、彼らにはですね、鉄槌を加え、鉄槌を加えて、かつですね、はい。
しかもこれ以上給料を支払うこともできませんし、現物支給なんて持ってるのか、現物支給は持ってるのかというか、もう現物支給をから彼ら自らが行っているということで、そういうちょっと不届き者の事態が起きておりますんで、はい、そういうことがね、起こってもね、彼らには決して屈せずね、戦ってまいりたいというふうに考えております。あれ、これ違う、こっちじゃない、こっちですね。はい、こんなに水の中でもね、何のそのというね、このステップワークの軽やかさがね、私、ツアーガイドをやらせていただいているがゆえの、ことでございます。なんだおめえさんいたのか、なんか足音が2つ3つ聞こえるなっておかしいなと思ったからよ。はい、これで復活もできないでしょう。でさっきからね、私ね、腹痛のあまりちょっとお腹を抑えているんでございますけれどもね、どうやらですね、前回皆さんと共に一緒に食べた中野バーガーのですね、鎖蛇に当たってしまったようでして、はい、私ちょっと今本日苦しんでおりますが、そんなね、こんなこんなでね、私の体調なんかそんなことは関係なくね、皆さんと共に、ね、頑張ってまいると、あーとここにあったのか、そうか、忘れてた、くるっと振り返って、で他にもアイテムじゃなくて宝物を取り忘れっていうのは特になさそうでございますね。でちなみに反対側になんだか青いメダルがあるんですけど、これどう思ってたら、あ、行けましたね、はい、青い5分の4撃破ということでございます。残り1個壊すことができたらね、お兄さん、このスピネル持ってってちょうということでね、いつものね、バーガーを作ってくれる武器商人さんが私にプレゼントしてくださるということですので、そこまで頑張ってまいりたいというふうに思います。ということで、こちらの養殖場でですね、なかなかね、よくあれここに罠が仕掛けられていると思っていたんですが、そんなことは気のせいだったようです。はい、で青いメダリアンが残りこちら1個あるんですけれども、それはね、後ほどね、一緒に皆さんと共にパコンってしていきたいというふうに思います。で、こちらにですね、いたね、こちらにいらっしゃるみたいですね。どーあーちーよー、あれここにですね、まだね、ちょっとね、サボってるおじさんがいたはずなんですが、サボってるおじさん、どうやら見当たらないみたいですんで、じゃあ遠慮なくですね、お邪魔しますはい、で、こちらでですね、夜な夜なウイスキーを飲んでいるおじさんたちでね、はい、ウイスキー、なんとか、そして、ワインが入れない、ワインをこのミキサーで潰してね、魚と混ぜることによってね、もうこれ以上もない生臭い香りのね、ワインを飲むことができるということなんでございますけどね、これ以上ない生臭いワインを飲むことなんて、誰もそんなこと望んでねえよって話なんですよね。はい、で、キュイ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 言ってるんで、ここもダコーンと破壊しておきましょう。はい、ということで、銀トークンでゲットでございますね。あ、そろそろ金トークンが7枚くらいありますんで、それをね、貯めることによってね、そろそろ8% 移動速度が上がるというチャームを手に入れたいというふうに思っております。まだそこまでゲットすることができておりませんので、やはりですね、効果性の高いものに関しては、もうなかなかね、捕まえることが難しいというのは、それはもうね、やっぱり、ソシャゲをやっている皆様からするとね、そんなの当たり前だよというご声がね、どこから何とか聞こえてくると思うんですけどね。ところでね、私の、お茶仲間をやりよったなーっていうおばちゃんがね、こちらに向かってね、しれっとゆっくり歩いてきておりましたんで、はい、彼女もね、そんなに飲みたいんだったら、世で飲ましてやるよということで、あっちに送って差し上げました。はい、くるっと、回らないんかーい、キック。で、これを彼、スタンダードの時はですね、ここの援軍が確かね、200体くらい来てたんですけれども、ここはなかなか来ないですね。一人のおばちゃんだけだったみたいですね。カラスが帰るから、カラスが鳴くから帰ろうということで。帰れなかったよ、おばちゃん、おじちゃん、きっと前世はハゲだった。今世はハゲですね。はい。なんと彼はですね、残念ながら引っかかっている状態だったので、なかなかこちらに来ることができなかったという、そういう事実でございますね。はい、じゃあ登ってまいりましょうか。はい。ということで、養殖場の方でですね、ありがたいことに、皆さん今から一緒にお刺身を取りに行きましょうというお話をずっとさせてもらってたと思うんですが、そのお刺身を取るためのですね、燃料をゲットすることができましたので、私たちと共にですね、お刺身一緒に取りに行きましょう。はい。で、この下あたりだったかな、この下あたりで、確かですね、ありましたね。彼を、一発でチュドーンしておかないと大変なことになりますんで、これで大丈夫でございますね。はい。これで、片付いたということですんで、とりあえずこっちにですね、はい。穴という穴にハメハメしておこう。男が女にする。言っちゃダメよー。そんなことしたら、バンになっちゃうよ。くるっと振り返って。はい。で、こちらですね、漁師小屋でございますね。で、本来であれば、この締め縄ですね、締め縄でキュッとね、息の根を止めてあげることで、血抜きをせずにですね、することによって、新鮮度が保たれるということなんですけれども、まあ、今回はですね、ついた魚かなを、そのままもう直接ね、船の上で皆さんで、料理して食べましょうというね、そういうもう、鮮度うんぬんとかっていうのももう、気にならないくらいですね、スピーディーに移植していきたいというふうに思いますんで、今回はもうそのまま森でついて、そのまま、刺身としてね、醤油ちょんちょんとつけて食べていこうというふうに思います。はい。大丈夫かな？はい。
ということで、はい、こちら早速トク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 入れていきましょうか。はい、この中に入れてるのはあのガソリンでございますが、誰もウイスキーなんか入れてませんからね。ウイスキーなんか入れたらバーボンフッフーってなっちゃいますからね。バーボンとウイスキー一緒に考えているというなんか変なおじさんでございますけれども、はい、ということでブーンとね、明らかに船に乗るためにね、あの間違っているよという格好の手本を見せながらですね、皆さん乗っていくことです。ちなみに奥に見えているお城はですね、後ほどあの観光ツアーで皆さんと共にあの連れ回したいというふうに思いますので、あそこに行くまでは、今しばしお楽しみお待ちくださいますということでございます。はい、で目的地、あ、ちょっと待ってくださいね。あれ、ちょっと待って、おい、なぜだ、目的地に向かいたいんだ、目的地。ちょっとこのままじゃちょっと大変な盛り付き刺身をゲットするためのツアーになってしまいますね。本来であれば、こちらのですね、船にブーンと乗り回るから魚群レーダー、なんだドゥドゥンドゥドゥンドゥ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 、間が長い、マガナラーテラロー、テラロー、テラロー。さあ、今回の獲物でございます。今回の皆さんの夕食でございますね。はい、夕食ゲットのために皆さんと共にさあ突き突きしていきましょう。で、突き立ては美味しいよ、お餅と一緒だよー、あーちょー、あーちょー、お餅を食べるかー、おらーおら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 。はい、ということでね、今回のね、あの彼の名前はね、デルラゴというね、あのお刺身でございます。はい、あのもう彼のね、あの新鮮な肉を食べるためにも皆さんあの頑張ってね、食べたいんですけれどもね、あの油断をしていたらですね、あの彼もね、お前たちのこと食ってやるよっていう風な感じでね、襲って迫り、あー外してしまった、迫り来るんでね、気をつけてくださいね。あれ、ちょっと待ってくださいね、私投げるつもりのない森まで投げてしまっているんですけれども、あ、さあ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 、スキーンということでね、彼ですね、結構シャイな性格でございまして、自ら向かってくるんですけれども、向かっていったね、積極的な求愛を見せた後にですね、すいません、ちょっと私、姿を見せるのお恥ずかしいので一旦隠れますというような、ね、性格なんでございますね。はい、ということなので、こっちからも積極的にね、森を投げてね、求愛行為をしていきましょう。で、どっから来る気だということなんでね、こっちから向かって来る気だよということなんで、これ一発ね、こちらから求愛をしておかないとやられてしまいますんで、はい、もう一発求愛、ああ、うまくいかなかったですね。うん、でちなみにですね、私ね、いろんなですね、バイオ RE4 をやってきた中、いろんな RE4 は一作品しかないです。バイオ RE4 をね、いろいろとこう、まあ、楽しんでやってきたんで、あー、下手くそ、苦手なんですが、このデルラゴ、そしてですね、それから、トロッコレースでございますね、トロッコレース。なんかトロッコね、全然ね、全く持ってね、うまくいかないでございますね。はい。ということで、なんかまあ、いろいろ刺さっているんですけれども、そろそろブワーっと、ほいー、オッケー、はいー。で彼がね、難易度によって体力が別々なのか、それともね、難易度関係なく体力が一緒なのかっていうのね、なんだか走っているコースは同じっぽいなっていう感じはするんですけれども、はい、体力が無限なのか、無限じゃねえや、無限だったら困るわ。早く刺身になってください。はい、彼の、ね、体力がね、果たしてね、一定数なのか、それとも難易度によって違うのかっていうのはちょっとよくわからないですね。まあ、おそらくですね、こちらのね、船にバーンって当たることによって食らうダメージっていうのは、難易度によって全然違うということでございますけれどもね。はい、難易度をプロフェッショナルでやったときはね、2回当たったらゲームオーバーになってましたね。まあ、当たったところによっては3回くらいでいけた時もあったんですけれども、あ、ボーン、ボーン、あ、当たったようで当たってないでございますね。で、まあ、ね、実はね、こういうイベント戦みたいなボス戦っていうのはね、あまりね、長くダラ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 な、長引かせるのっていうのは、ね、あまり良くないかなっていうふうには個人的には思うんですけれどもね。はい、食らってますね。はい。美味しい。あ、終わりましたね。はい。ということで皆さん、無事、本日のですね、夜食手に入れることができ、夜食者に夕食ですね。はい。自ら船の上に登ってきてください。ありがとうございます。じゃあ皆さんでね、刺身をシコシコと食べていきましょうか。いや、美味しいですね。うん。醤油をつけてもいいですし、尻尾の方だったらね、塩をちょんちょんってつけるだけでもね、なかなかね、彼自身に塩っ気があったりするんで美味しいんです。あ、ちょっと待って、しまった、食中毒だ。皆さんまだ食べてないですよね。大丈夫。やっちまった。今日は外れの日か。ぐへ。はい、ということで本日もね、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。皆さんね、刺身は口に出し入れてね、まだ飲み込んでない方はその場でプッて吐き出していただけたらというふうに思います。はい、というのもですね、ちょっとまだね、成熟しきっていなかったです。なんかどうやらね、いつも見ているなんかデルラゴちゃんよりも小さいなと思ったんですよ。いつもだったらもう成熟しきってると2倍のね、大きさになってるんですよ。そうすると脂が非常に乗ってですね、どこを食べても美味しいと、塩だけでもいいし、塩も醤油もつけなくてもそのまま食べても美味しいという状況だったんですけどね、なかなかそうはいかんぜよっていうことだったんで、いやー、ちょっとね、うん、良くなかったです。
ですね。はい、失礼いたしました。はい、ということでございますね、命中率がもう壊滅的なことになっているんですけれども、無事にね、湖を越えることができたということですんで、今度からですね、これまでお昼の、朝とお昼のですね、観光ツアーを行ってまいりましたので、いよいよですね、ホラーナイト、ドッキドキ、胸キュンキュンの、夜間ナイト、夜間ナイト、夜もナイトも一緒だった。はっは、うん。夜間ツアーをですね、行ってまいりたいというふうに思いますね。ぜひにチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、明日もお待ちくださいませ。ということで、まずは私はですね、腹痛と、そして食事欲をなく直してから、実況じゃないや、観光ツアーですね、やってまいりたいというふうに思いますので、ぜひね、応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。バイバイ。